朝日新聞、日本は輸出管理を撤回しろと要求、GSOMIA で、朝日新聞が昨日の社説にて、韓国政府が GSOMIA の延長を決定したことに対し、文政権が誤った対抗措置のエスカレートを踏みとどまった以上、日本政府も理性的な思考に立ち返るべきである、輸出規制をめぐる協議を真摯に進めて、強化措置を撤回すべきだと主張してしまいました。 この GSOMIA と輸出管理については一切関係がなく、また GSOMIA を韓国政府が破棄していたとしても、日本には何ら影響もなく関係がない話でございますので、韓国政府が GSOMIA を延長したところで、日本が何かしなければいけないという理屈にはなりません。 また先日、経産省が記者会見において、韓国のずさんな輸出管理が原因で、復活水素などが第三国に流出し、軍事転用され、国際安全保障の脅威になる恐れがあると説明しておりましたが、この韓国の輸出管理について、簡単に調べたところ、どうも輸出管理を行っている韓国政府の職員が、 10人程度ししかかかいないいいなななんじゃないかととうことが明らかになりました。それに対して日本の職員は100人以上存在しており日本として輸出管理が徹底されているわけでございますが本来であれば韓国政府が必要な人員を確保し予算も確保して輸出管理を徹底しなければ いけないところを現在は日本政府が代わりに輸出管理を実施しているという事態に陥ってしまっておりますそういった中で韓国政府が輸出管理を適正な形で実施しない限り今の韓国に対する輸出管理を日本政府が撤回したり 緩和してしまった場合、今度は日本が悪いということになってしまいますので、朝日新聞にはこのような破綻した主張をする前に、ぜひとも韓国政府が引き起こしている問題について、読者の皆様に分かりやすく説明していただくようにお願いいたします以上になります。 ご成長いただき、ありがとうございました。